ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ、今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ、麻雀廃人になります。松尾ゆりです。禁忌を犯しました。はい、もこもこもとして、はい、我々も禁忌を犯しまして買ってしまいました。買ってしまった牌を、牌を、麻雀牌を買っちゃったんです僕たち。はい、終わりです。ゲームじゃ物足りなくなって本物のマットと麻雀牌を僕たちは手に入れてしまいました。終わりです。とりあえずじゃあ神田さんに報告しとくね。お願いします。うん、お願いしたいです本当に。終わったんですよ。終わったんで僕たちはもうゲームに戻れないんですよ僕。本当に戻れないんですよ。一回やったんだよな。終わりです。戻れねえ、戻れねえ。ゲームですよ、物足りねえ。終わりが始まってしまいました、はい、もう物足りないんでね。地獄です。はい、終わり始まり、緊急犯しました僕ら。下流士58かなと思いました。もうすぐ人生終わる。マジで終わり。マジで終わり。そうですよ、あんな楽しいもんないですよ。最高でしたね。そうですよ本当に。でもよくないですね。一回だけ回そうかっつって、そのトンナン戦っていうんですけど、ハンチャンっていうんですけど、トンプーナンナン、トンプーナンプーっていって、この2曲回すんですよ。全員が1周するのをトンプーでナンプーで、この2つ2周をやってハンチャンっていうんですけど、このハンチャン1回で終わろうと、時間も遅かったんでね、この前やった時1時スタートですよ。夜中1時スタートですよ。だからこれハンチャン1回回したら3時ぐらいで、まあ帰れっかっつって、うん、まあ、ちょうどいいぐらいかっつって、結局2回やりましたね。5時でした。5時でした。どうしようかな、俺も5番買おうかな。打てる人いる、一緒に。森光。ああ、森光打てるんだ。僕も打てますよ、一応。あ、打てんの。あ、そうなの。ルールぐらいは。ルールぐらいは。ルールぐらいは。強いらしいですよ、でも。キャンさん結構。いや、俺はそんな、落ちが強かった。いや、絶対強い。あの感じ、強いやつだ。大体ボードゲームいけますよ。勝利もいけるし、あ、そう、チェスもいけるし、あ、そう、オセラもいけるし、だんだんチェスね、チェスむずいですよね、僕。ガラスのチェス持ってる。あら、杉下右京かお前は。、うん、もう、はい、麻雀今日です。我々はもうだから、そのやっぱゲームだとアシストが入るわけですから。そうなんですよ。で、時間もあるんだけど、うん、この本物になると、うん、別にもうみんなちょんぼしまくりだけよ。それはそうですよ、仕方ないんで、もうこれはもうあのね、うん、積もった時のね、快感ね、快感、あれもう初めてのセックス。こいつ嘘と数々間違えたんすよ。ロ積もうって言って全然、いや積もってんやし、積もってんかったんすよ。とか、しかもこいつ振り点してるし、でも振り点リーチで気づいてるから一応、まあまあ、あれで人ので上がって振り点やしってなったらあれですけど、うん、気づいたんで一応。でだからこの気持ちが高ぶってるから、うん、積もれば勝ちだっていうので、うん、ウソを見てすぐスーソーだと思って、 あれとフリテンリッチは別、あっ 別、あれは別だから、もう僕泣きの元しって言われてるんですけど、こいつ泣きって分かります。隣の人とか目の前の人から、あのその人が捨てたやつを取れるんですよ、うん、あのルールとしてポンとかチー。僕は役なくても泣くんですよ。で、麻雀って役がないと上がれないんですよ。でも泣いちゃうとリーチっていう役をつけれないんで、本当に役がないと上がれないんで、泣いた時に役作れない時があるんですよ。でこいつ平気で役なくても泣きおるんですよ。でもそれでも勝つから、うん、その攻めの姿勢を見せるんですけど、うん、はい、僕はチョンボしなかったですよ、うん、ただビビって泣かんかったの、全然な、全然泣かんかったな、お前が全然泣かんかった、役杯しか泣かんかったよな、うん、確実なやつしか泣いてない、確実な役しか泣かんかったな。そうそうそう、俺も泣くよ、泣く違いよ、これがカンですね。だカンの時もゲームだったらカーンって言うんですけど、ね、こいつうるさいんですけどね、カン。死におとなしくなるんですよ、全員。なぜなら、間違ったらやべえと思って。いつもだ、ポーンって言うんだけど。うるさいですけど。ポン。ポン。はい、ロン。気持ちが分かったと思って。2000、4000。普通に言うやつ、ね。ドラドラ。なんであの人あれだけ分かる。ひさとへしは、マジでお前しか、俺たちしか分からんから、やるなよ、これ。コナミマージャンファイトクラブ、佐々木ひさとな。やめろよ。誰が分かるわ。マジビビってよ、あれ。反感したらや、全部乗りよって。全部乗って。頭おかしいね。ドラカンかね。ドラカン。ドラカンして乗ったんだっけ。ダブトンを、ダブトンを感したんです。誰
かるわこの話。リスナーもっといなくなるよ。君にも見てないやし、見れ。ごめんなさい。じゃあコメントいきたいと思います。日付あおさんからオードブルアウトーできましたね、ありがとうございます。カウボーイさんからすごい情報来てますよ。オードブルさん、キャンさん、土曜日だよ。知らんかった。土曜日に仮面ライダー総選挙 BS プレミアムでやるって言って、ライダー、歌、うんうん、あと一個なんだったかな、なんかあったんですよ、この3つで。なんか必殺技みたいなみたいなやつ、なんか総選挙土曜日プレミアムで。なかなか今日なんかあれだったよね、 NHK のあれでも特集されて、うん、NHK で、まあでも50周年ですからね、一応仮面ライダーが、おせおせですよ、おせおせですよ。めいちゃんさんも、今日もあの傘やると思ってました、こんばんは、ありがとうございます。みすけさんもコンティニューコンエリティでやってます。あれね、ラントさん、仮面ライダーはファイズとディケイド派のラントです。あ、渋いとこ行きますね。渋いって言うんだったら響きって言わんとダメですよ、うん、渋い、あれは響き、牙あたりを行かないと渋くないですもん。いや、あの響きと牙好きっていう人は変態です。変態マジで響きと牙好きって言ったら俺一回ボコります、一回。なんでよ、いいし、それはいいだろ。カメラ好きじゃないだろ、嘘つけって。でも牙は見た目かっこいいもんな、一応。あ、まあまあ、かっこよくない、面白くないか、牙。いや、だから面白くないって言うな、牙は。牙は顔面ライド、ディ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 ールド、最低な話。響きが一番おもんないかな、響きは。でも響きとセルぐらいおもん、いや、でも響きかな、響きは面白い。あのね、だからかっこよくないからな。いや、かっこいい、いや、かっこいいけどかっこよくないさ、あれ。いやいやいや、ガイムはかっこいいからまだいいわけよ。はい、でも思んないさ、やっとけお前。佐野岳が悲しむぞお前。佐野岳が最初に神様になる話だ。でもガイムのメンバーは結構売れてますよ。いや、すごいっすよね。佐野岳もいるし、うん、高杉真宙くんか、はいはいはい、龍源、龍源3号ライダーだったんですけど、彼も売れてますし、メロンが売れんな、高虎バッタ兄さん誰かかるわ。いや、でもあの人は舞台俳優ですからね、かっこいいなと思ったし、売れないんですよ、あんま売れないですそうなんですよね、絶対桐山蓮だと思ってたけど。そう、ダブルの時は須田将暉と桐山蓮さんという2人。いや、桐山蓮さんもすごいですよ、すごい、出てはいますけど、その売れ方の差がすごすぎて須田桐山蓮さんはだってあれですよ、堀北、あ、じゃあ前田敦子がやった時のイケパラに、あ、でしたね、二寮の寮長でいましたからね、はい、蓮桐山ね、蓮桐山、水島ヒロがやってたところ、うん、あの時は仮面ライダー、仮面ライダー、ね、そう、似てるんですよ、うん、で仮面ライダーポジションなのかなと思ってたんですけどね、なかなかあれでしたね。埼玉の郷さんから、オードブレア、オードブレアってありがとうございます。あので、その、あ、響き青さん、あ、ごめんなさい、日月青さんが、日月青さんが響きと牙好き、意外といるよって。いや、もう変態です、そんなやつ。僕は一応ちょっと変態だと思ってます。牙はあの時異名があったんですよ、朝からやってる昼ドラというぐらい、はい、あ、聞いたことある。牙はめちゃくちゃドロドロしてますからね、うん、主人公自体がだから小学生だったからハマらんかったって言われが、だ、大人になってみたら意外に見れるんですよ。だから無理ですもん、見てくださいよ、ちゃんと無理です、あれ瀬戸康史見てあげてくださいよ。本当無理、あれ、くれない音やを見てやれよ、お前は。グリスで染まってるか、そら。だからグリス、ダーク規模だから、あの時。いや、グリスだから。で、主人公の、父ちゃんの役がこのグリスやってた武田浩平さんという俳優さんがいてこの人と、敵があの家系なんですけど、王家で、そういうやばい情報出ました。あれなんすか、めいちゃんさんから。お、12月9日木曜日、めいちゃんが、ギノワンゲスト出演予定です。放送中止です。なんでよ、いいやし、その日はいいやし、別に。なんで締め切ります。なんでかいいだろ、別に。なんで、ひふみさんのところに行けるの。あ、そのままじゃあ流れて僕たちは。いや、もう締め切ります。なんでかいいだろ、めいちゃんさんあっても。あ、ちなみに、はい、早期も期待って。あ、ぜひ今月か、その木曜日だ、ライダーの話しますよ。早期来たらだって AV の話になっちゃうから。 AV か風俗なんですよ、ね、風俗進めたらめっちゃ喜ぶんですよ。やめろお前、あんまりいじっちゃダメだろ。芸人だったらいいけど、あの人芸人じゃないんだから。いや、大丈夫だろ、あの人。本人は大丈夫でもね、うんうん、あ、シュプリームさん、ごめんなさい、違いました。もう人の名前間違いない、よくないよ、本当よくない、ごめんなさい、ちゃんと言いましょうね。おこんばんは、仮具合のアリエッティです。今日いいですね、今日キレいいですよ、カリ加えてますからね、ただのフェラチオじゃねえか。でも噛まないで、痛いから。痛いね、でも加えてますから、加えてるんです、噛んではないです、加えて、加えてるんです、されたことないだろ。ラジオでおしゃべりすごいなと。AV の話なら参加したいってよ。いや、この LINE ですよ、だから。なんすか、ただの AV の話しちゃダメですよ。
それは相当歪んだ AV の話してる。ちょっとお笑いにしないとダメですよね。ギャルしべ少女がいかにすごいかという話をちゃんとしないといけない。全然マジでいいっすよ。全然いいっすよ。タイミングある。タイミングある。全然出てください。もちろんもちろん。せっかくなんでね。あのだからその、うん、麻雀をしてて、うん、その前に、うん、中地が飲んで、うん、僕が送るって話をしちゃったんで、だったね、寝て待ってたんですよ。待ってた。で、まあもうぐっすり寝てるから別に6時まで待っていいんですけど、うん、あいつ次の日休みだし、うん、じゃあ帰るかって中地と起こして、うん、うんって向かってたんですよ。うん、で、あの大丈夫だったんですよ。僕も眠いし、中地がね寝起き悪いんですよ。寝起き俺久々にビンタしても全然起きない。うん、で燃やそうかなと思ったけど、中地一回燃やそうかなと思った。木を燃やそうだね。全身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 一回燃やそうかなと思ったけど、起きんから。ライターの隣にカチカチしたら起きます。起きんから本当に、うん、まあでも寝かして車にどうにか乗せて、うん、ブーンって向かいな。本当にも眠いから、うん、5時間麻雀してるわけだから、うん、でなんか曲聴きながらブーンって帰ってたら、うん、美浜まで行ってて、はお前はお前で降ろすの忘れて、そうもうダクサお前も美浜のスシローぐらいで、うん、はぁ曲終わった、はぁーって中地いるんだったー。持ち帰りやし、お前ダクじゃん、この後絶対ダクじゃんやし、お前これ中地お持ち帰り。女子だったらもう家まで連れて帰ってた。希少気象いやーちょっといやもう連れて帰ったけど、あちゃんと家まで帰ってたらもう俺もう次の日連れて帰ってた。中地事務所行くからいいよいいよ連れて行くけど、まあ、まだギリ朝6時だからまだまあまあその時点で朝6時っすよ。まあまだ耐えました。まあ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 耐えました。仕方ないで着いて、だからタイガが荷物持ったかって言ってさ中地に、うん、ね、いいよ次の日取るだライブあったから次の日、うんうん、いい次の日取りますっつって、うん、いや鍵持ってないわけよ家の。終わった。彼女に電話してきて起こして、起こしてから迷惑な男俺こんな彼氏絶対やだこんな彼氏絶対中地いいと思って中地してるなと思って携帯持って中地行くよ、うんうん、エレベーター乗ったらエレベーター乗ったら中地が俺のこと壁だと思ってるんだぞ。ずっと本気でもたれかかってたわけ。本気でもたれかかってた壁のもたれ方だっけ、はい、俺のこと壁だと思ってるんだぞと思って、もう半分っていうか9割寝てるんですよほぼ9割寝てて、寝た時の中地は面白いですよ。酔っ払った中地は立ち悪いですからね。立ち悪いっすよ本当に。酔っ払った中地久々にあんなにビンタしたよ一人。あそう、あんなに全然起きんかった。まあまあなビンタしたよあそうなの。パン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 ってやったけど全然起きんわけ。中地酔っ払いたい。あーいいっすね。誰か俺を酔わして。酒飲め、酒飲めよ酒。酔わない。天敵で言って天敵で。お前は天敵で言って。女子みたいに言わんでよ。だって俺スピータススプレー持っても酔わない。なんでマイクで喋らんば。だからよ、ここまで来たらマイクで喋れよ。俺たち喋るんだったらここまで喋るんだったら。いいよ喋って。だからマイク入れるって言ってたらそれも。てへじゃないばい。ちょっと大きめの声でてへじゃないばい。今日はこの後タイガー。うん、帰りも来るんで、うん、トンプーです。トンプー終わりです。終わりの始まりです。トンナンセンハンちゃん終わりの始まりです。日付青さんからキャンさん死亡なの。キャンさんめっちゃ強いよな酒の。いや飲んだことないけど一緒に。あ飲んでない。元氏ないんすか。僕ないですよ。あそっか、うん、1回で、ね、何回も話してますけどここであの沖縄市で飲ませてもらってね、うん、めっちゃ俺とタイがベロンベロンになってキャンさん普通にスキップして帰ってきましたからね。めっちゃ僕も言わないですよ。でもえ俺酔わないよ。あそうお前そっか酔ってるイメージじゃないな。寝てるな、ね、寝るのが先です。寝る元して寝ますね。酔わないです全然。酔わないでも僕もマジであの沖縄市以上に飲んだことないです。あれ限界です、うん、本当に酔ってないし、ただ必死というならあの女の子に LINE するぐらいです。僕立ち悪い。すぐすぐ酔ってることをいいことに。あれ酔ってないんですよ。あれ酔ってるというなんで LINE したの、ごめん酔っ払ってたって言い訳を作るためだけの。盛り上がらなかった。せっこい男。盛り上がってなかった。酔ってたこと。ダサいダサい。盛り上がったらそのまま行く。あきしょい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 。だから言ってたらやるのその心の中にいる中二のメンヘラ女出せっつってるわ早急に。はいいですね、中二のメンヘラ女早急にせってこいや。ゴーパチに最
最高だな。メンタル面中2から成長してないと終わりだからよ。本当にすぐ LINE しちゃう。きつー。きつー。やった、すぐ LINE しちゃう。何をそう、お前さ、女の子とずっと LINE してるの好きさ、うん、俺あれが分からんわけよ。なんでその彼女でもない女とずっと LINE してるさ、うん、なんでなんで、うん、なんでなんで分からんわけよ。もう分か、本当に分からんわけよ。楽しいからじゃない。楽しい、うん、あ、そう、楽しい。楽しくない女の子とは LINE しないよ、もちろん。あ、そう、楽しい女の子と LINE するよ。楽しい女の子っている世の中に。いるいるいる。あ、そう、いるいる。あ、そう、彼女とかなら分かるんですよ。別にずっとこうやりとりして、あ、別に彼女とは前にするよ、うん、それは別に全然わかるんですよ、うん、その彼女でもない女とずっとできないんですよね。だ、一時期だ、彼女と同じぐらい綿貫と LINE してた時もあるし。綿貫はまあ事務所のあれだからな、うん、とはいえだな、うん、楽しい、楽しいこと。そう、楽しい。あ、別にあれよ、その狙ってるとかなんもないよ。お前ってマイクないのっていうぐらい遠いな。いや、拾ってるでしょ、でも。よく聞こえてるけど、俺は。あ、そうっすか。拾ってないっすか。僕が近いっすか、逆に。だんだん上げたんだよ。ありがとうございます。お前もこいつみんな、ラジオで聞いてる人分かられてますけど、マイクから約70センチぐらい離れてますからね。映像の方たちは、マジで。いや、だって、いや、違うんですよね。うん、いや、好きだったら逆に LINE しないんで。何その、あ、リミット外れたらするね。だからそのリミット外すまでよね。知らんよ、あのリミッターの基準。リミット外すまでが問題ですね。なんでリミッターってます。何のリミッターだば。え、何のリミッター。エヴァンゲリオンかや。え、リミッターありますよね、皆さんね。な、何そのリミッターって。だからその、あ、この子とは、うん、あ、この子は俺からこういったライン来ても、うん、あ、全然なんていう、そのすぐ終わらそうとか、うん、そういった感じじゃないなってのが感づいたら、うん、もう、あ、じゃあいいんだねって言って本気出します。はい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 、はい、だから探りです。探りの時間は必要です。だからもちろん、あ、そうね、関係性を築けたらってこと。そうそうそう、それをリミッターって言ってんの。リミッターって言ってバカじゃん。勝負します。勝負じゃないのよ。これはワンチャンスですねじゃないんですよ。そうそうそう、それは AT フィールドだよ、リミッター。 AT フィールドでした。心の壁を なくひどいラジオですね、本当にね。はい、麻雀仮面ライダー、麻雀仮面ライダーエヴァンゲリオン、本当にマニアしか好きじゃないものばかりをお送りして、それについてくるこの12人、みんなすごいね。で、たまには過激な下ネタだけ言ってる。クソラジオな、帰りな。いないよ。帰り。帰り、お話し、帰り、お話ししてる今。帰りはよく僕と会うんですよ、この。ああ、腐れ恋愛感が。気持ち悪い目。中の先輩。共通の俺の中の友達がいるんだけど、うん、あれに転がされるのが二人大好きだっけ。俺も一番転がされてるのが嫌だわ。いや、じゃあこれさ、もう転がされてんの嫌っていう人もいるけど、俺はカービィかと思う。違うけど、俺らも分かってやってるから、そこが違うから。この笑い方話しますよ。俺は転がしたい方なんだよ。はい、まあ、転がしたこともないし、転がされたこともないですけどね。いや、マジ楽しい。どうすか皆さん、まあ、女性陣はちょっと別件ですけど、まあどうなんでしょうね。逆にそのね、じゃあそのでも転がす女の子、女子嫌いでしょ。でも女子はみんな転がしてると思ってる俺。あ、女子はみんな転がしてると思ってる。まあ、ね、まあ、まあ、うん、うまいこと、うまいことやってる、うまいことやってると思う。うん、みんなやってると思う俺は。それをもう分かって受け入れてます、うん、こっちは。だから俺それを気づかさないでほしい。ああ、まあそうね、気づかしたらもうプロじゃないもんね。うん、プロじゃないで。俺気づくのは構わないんですけど、僕はちょっと気づくんで、あ、転がされてるなと。いや、気づくさ、だってもう明らかに距離感バグってるやついるさ。いる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 。そういう女を見た時に、これが彼女とかじゃなければ僕はものすごい警戒するんですよ。ああ、もう、ああ、信用しないって思う。ありがとうございますって言う俺は。僕のぜひ、僕をぜひ今転がしてくださいと。体型的にもどうですか、転がしやすいでしょうと。ぜひボディータッチを。なんか今日のラジオ一段と深夜ラジオですね。ぜひボディータッチをって。最低だ。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどん転がしてください。あ、当たってます。当たってますと。胸が、お胸の方が当たってます。わしの肘に当たっておりますと。どんどん来なさいと。全集中、肘の呼吸。煉獄さんって。でも、いや、そう、いや、わかんないけど、その女性陣はどうなんですかね。どうなんだろう。男はもうアホだから、うん、こんなのは。その、いや、あのね、女子の中にもね、計算して転がしてるタイプと、
あの無計算で転がすタイプがいるんですよ。あ、だからそれはもうちょっと厳しいよね。計算して転がしてる子は別に僕あんま何も思わない。そう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 。で、あのなんていうんですかね、気づいてやってる子は、うん、努力の天才だなと思うし、うん、気づかないでやってることは、あ、本当の天才なんだなって思う。気づかないでやってる子は俺もわー信用できないと思う。あ、もうダメダメダメって計算して転がしにいってるなと思った時は、はい、まあ、僕との戦いなんで、その場合は、はい、僕はいかに転がされないか、もう僕のメンタル面のこのなんていうんですか、体感をいかに転がしてる自分を楽しんで、転がされてるのをね、あ、転がされてるのを楽しんだ上で相手が、うん、あ、こいつ転がしやすいなって顔してるなっていうのを見るのが楽しい。ド変態がいますよ皆さん。一回だけ、はい、一回だけ、大学生の時に通ってた歯医者で、はい、歯科助手のお姉さんに、はいはいはい、エブですかそれ。おっぱい乗っけられたことある、顔面に、うん、その後でしょ、鼻血出てから全部白衣が全部血の色に変わったんでしょ。いやだって仰向けだから恥ずかしいさ、立ったらテント張ったら恥ずかしいさ、はい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 、ずっとゴリラ想像してた。ゴリラ想像してゴリラってなんでおっぱいの胎児がゴリラだゴリラよくわからんけど、なんでよ。なるほどね、あれはもう僕は AV の世界しかないと思う。すいません、マジで皆さんこの話は盛り上がってください。今日これ盛り上がらなかった、コメントが止まりました。マジこれ今日これ議題ですよ、これ今日議題ですよ。申し訳ない、転がす女、転がす女性陣、転がす女、転がされる男、これだけ女性陣の話を聞きたい俺。これを盛り上がらなかったら今日のラジオも聞きどころないです。この後僕たちカープボーイさんしかやってないぞ。そうですよ、これよりこれをおっさんしか書いてないぞ今。これをみんながコメントしないなら俺たちはずっと M リーグの話に変えるからな。マージャンの話するぞ。知らんぞ、M リーグの話するぞ俺ら。するぞ。ああ、日付さんから来ましたよ。転がすっていうか世渡り処世術か、まあ世渡り術ですね。男性も少なかず駆け引きしないの。僕はあれですよ、駆け引きというか、うん、そうなんていうの、あ、もちろんもう好きだとか、はいはい、そうそう、この子と勝負したいっていうんだったら、うんうん、まず基本的に、うん、あのやら、いや、なんだろうな、俺はね、言い方あれですよ、どうでもいい子って言い方あれですけど、狙ってない子、恋愛対象じゃない子、対象じゃない子、言葉悪い、言葉悪かった、どうでもいい子、とっても言葉悪かった。向こうからしたらどうでもいい男だからな、どうでもいい、だそれがいいんですよ、僕はどうでもいい男になるやついんで、うん、ただなんていうかな、やっぱ話しやすいんで、うん、僕は結構、うんうん、だ来るんですよ本当に、うんうん、だそれでいいんですよそこは、うんうんうん、それは逆にみんながいるとこでやりたいんですよ、はあ、逆に狙ってる子はみんなにも見られたくないから、うん、あ、冊子を作ります僕は。冊子、冊子で作ります。あ、冊子で、冊子を作ります僕は。冊子で問い面作ります。問い面いちいちを作ります僕は。じゃあもうトンチャだったらもう相手なんちゃです、なんちゃ、はい、違います、シャーです、シャーチャです。何話したの。いやでもそうじゃん、まあ、僕はこのタイプです僕は、うんうん、逆に、そこまで恋愛対象じゃない子は、うん、普通に友達とかだったら、うん、とかそういう普通の女性の知り合いだったら、うん、逆にみんなに見せます。ああ、はいはいはい、それを楽しんでます僕は。なんか性格悪いっすよね。性格悪いっすよ。あ、知ってます。だから言ってる。学校の中に住んでる、その中二のメヘラ。ガチの子は、差し作ります。嫌な中二メヘラおめえ。で、その子が誰かに行くじゃん。はい。大体その子って。はい。そういう子って。他の男子。行くじゃん。うん、でもそれに怒ってたら意味ないから、うん、目を背けます。いや。もう僕は、それは怒っちゃうんで僕。それに。その、とばっちりが僕と両党に来るんですよ。そうなんです。だそれを学んだから見ないようにしてるんです、うん、そんな子を好きにならないでほしい。その誰でも男を殺しに行くようなその手のひらの軽い女やめてもらっていいですか。いやーね、あー、オイルのね、その俺は俺どかしいからな、恋愛もね、俺は俺どかしいから すぐ怒るから、うん、彼女怒った後にすぐやっちゃうから。いや最低な表現だな本当にな。やってないわ。大丈夫、もうやってない最近は。やってさ、やってないよ。前もやってないんだよ。前はやってたさ。前はやってない。あれお前なんかが振るからボケで言って。いや絶対やってる。絶対やってる。喧嘩した後はそれは仲直りありますよ。でも別にずっと怒ってるわけじゃないから。オイルが難しいんですよね。難しいですか？ここなんか。でも、うん、ここでは言わないですけど。うん、裏でヤバいとこと言うんですよ。今日も言ってたんですけど裏で言うときあるんですよね。裏でしか言わないですよ。裏で言うんけど、これ聞いたらね、これ聞いたらね、俺よりこいつだよってなるんですよ。いや俺は別にボケで言ってるだけだから。いや俺もボケで言ってるよ、うん、じゃあトントンだよ。じゃあトントン
そうですよ。どうすか、もうこのどうなんでしょうね。でもカウボーイさんからでもまあ女の人が自分が手のひらで男を転がしてるんだって思わせてるのが一番幸せなんじゃないかなって、まあ、女子の目線から言うとね。おっさんだけどね言ってるのが、うん、圧倒的なおっさんが圧倒的なおっさんが言ってるけど乙女心語ってなって思いやだからねその、うん、女性陣本当どう思ってんのかなと思いながらその転がしおるじゃないですか、うん、あの時どういう気持ちなんだろうと思って転がしてこじらしてないですよ僕ら僕は別に転がしてる意外といやお前は大こじらすだろうが大こじらしてるんですけどキャンさんはどういうことだろう意外と、うんこう言ってるだけあれやごめん俺こじらしてるわ知ってるよ俺こじらしてるわそうですよそうだってだから今もあれじゃん、うん、今もあれであれじゃん今 あれであれ大こじらせしてるさ今も今でだったよこんな話しなければよかった今も今で大こじらせだから M リーグがさオカピー大好きだからやめとけよオカピー役満ボディねそうそうそう例の役満ボディ誰が顔5200ねそうでもないよそうでも結構上だけどな満貫ぐらいありますよいやマジ羽満ぐらいあるよ俺からしたらマジ羽満ぐらい羽満っすね、うん、何の話してるよ誰が分かるこじらせてるのかな何だろう何でしょうねいや逆に僕はねもうそこに行っちゃうんですよ、うん、分かりますかねはいあなたたちは分かると思うんですけど、うん、僕逆にもうそこに行っちゃう節あるじゃないですかうんそういう逆にもうこじらせに行くって言い方あるかもしれないですけど、うん、でもそれでメンタルがブレイクして俺たちが対応するのが大変だからそれが今ないじゃないですかないです、まあ、強くなったなとは思いますよ自分でもまあそうですねまあうまく発散できるようになったんで、はいはいはい、それちょっと楽しめるようになったら今楽ですよね、うんうんうん、とっても、うん、あコンティニューコインをくださいすみませんあと2枚すみません急いでくださいあと2分ちょっとしかないですよ急いでくださいまあいいんですけどだからその帰りもすごいわけですよもういないですけど、まあ、いいですか帰り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 との恋愛話は一番今恋愛の話してるんだけど入る何ですか恋愛の話してるんですけど入りますあ大丈夫かな大丈夫ってえ今転がされるの一番楽しいよねって話んだけど、はいはいはい、入ってるし彼も僕並みのプロなんですよそこに関しては転がされプロコロプロです彼もコロプロお前コロプロの人コロプロなのコロプロの付着ですあでもこの時間に帰るの珍しいねまあまあまあうん今日マーちゃんするために来てますから本当は帰る予定だったんですけどね、うん、鋼のメンタルがすぐ崩れましたあーいいっすかこの件別にいいっすかここあそうっすか全然帰りもなかなかじゃないですか何がですか恋愛に関してはまあそうですね帰りといえばっていうところじゃないですか、ね、ああ確かになんかね帰りはこいつも体の中に飼ってんのか帰りはあのかっこいいがゆえに、うん、もっと強烈なの持ってるんですよ何だ俺よりも中に持ってるから、うん、ただかっこいいから、うん、そこまでなんすよかっこいいから許せるんですよなんだけど、うん、一応普通にそれ抜きで見たら、うん、ゲロ枠ぐらいやばい時あるよすごい中にが住んでる時あるよ俺は一応元氏のメンヘラの部分に関しては、はい、心の中に中二のメンヘラ女が一人住んでると思ってるお前もいるさ3人ぐらい3人食ってんのお前3人で収まるかな帰りはそう一クラス分ぐらいいるまあワンチャン一クラスできますよねそう帰りもすぐ好きになっちゃうもんなうんまあもうどんなのあのセブンの子いや声はかけれてないですよもちろんあそうなんだもうあの連絡先を交換したしてないですもう見るだけです知れよ最近やっと目合わせられるようになりました誰いやセブンイレブンああ連絡先いやまだやってないですよでしょやっと最近目合わせられるようになりました交換しなさいよやっと目合わせてこいつさすぐ人のさ恋愛にさ入ってくるさ口出するさ俺だから絶対今の彼女付き合うときにこいつの時は情報とかなったんですよ大事怯えた怯えたもんえ怯えた急にしちゃったもんもう情報統制が震えたからだしっかりだって怯えたなあれ怯えましたね、まあ、あれちょっと急でしたからねいろいろね怯えただってそんなことじゃなかったんだよ1ミリも1ミリもなかっただから1週間でバーってすんだからはいはいはいなるほどねラジオ終わった次の日ぐらいからブワーって一気にいってるから一気にマジ怯えた怯えたな、うんでもその情報統制大事かもな、うん、なんかもうさ周りからやいやいやいや言われてくるとさなんかもうなんか分からなくなってくるんだよな FEC は本当に信頼持った人にだけ言おうと思ってるから、うん、大事かもみんなやいやいやいや言ってくるもんもう人の僕
言い方あれですけど、言い方悪いですけど、人の恋愛興味ないんで。でもそうかも。知らんよやってしか思わないです。確かに松健さんは、ね、うん。でどうのこうのもめちゃくちゃ相談乗ったんですよ。もうずっと前ね。はいはい。2年ぐらい前もずっと相談乗って、でこれはこうした方がいいんじゃないか。何話ですか。てめえだよ。すごい。他に誰がいるんだ。誰の話か。今のこの中で。誰の話か。マージャンで朝6時までだったらいいよ。いやあの恋愛の話って俺心したら6時まで話させられたんだ。しんど。次の日仕事って言ってんの。めっちゃいいや。懐かしいな。いい相方持ったわ。殴れ。マジで。本当によ。いい相方持ちました僕は。なんから青さん、うん、オイルさんドライだね、わかるけどって、シュプリームさん、他人の恋愛不幸話なら興味あり。まあね、シュプリームさんそういう話好きよね。わ、うん、かる。一番楽しそうにしてるもん、うん、人の恋愛の不幸な話、うん、あれ一番楽しいですからね。その話その話だけ聞きに来てるもんな、俺らのラジオの時。そうなの、うん、そうだ、あ、お前のってこと。うん、そう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 、そういう話。そう、その話聞いてる時だけコメント量がめっちゃ増えてる。ああ、そうだ、悪い人っすね。悪い人。会ったことあるけど、うん、そういう人だよ。カリクワイのアリエッティだからね。最高なんです。カリクワイてらっしゃるから。最高です。今日も。おかしいんだよな毎回。よう出てくるよな本当に。あんなに絞れたんだけど、うん。毎日やってんのかなあれ。でも毎日違うはず。毎日違うんだ、うん、じゃあだから木曜日ぐらいってきたらネタが尽きるからキレがいい時と悪い時があるじゃん。だからだ、どっとけ俺らの曜日に。おかしいだろ。別の曜日で発散しても意味ないだろ。せめて猫ボコ取ったしぐらいで止めとけ、うん、金ピラだったら意味ないからさ、うん、会議下ネタ NG だからさ。会議下ネタ NG だ。 NG ですよ。 NG だボロクソ下ネタ言ってる時もピクリともしない。はい、下ネタ NG なの。 NG ってかそんな好きじゃない。できないはず多分。はぁ、なんでだってスタイリッシュですから。終わりだな。スタイリッシュですか。俺らのとこ来たら、俺のとこ来たら終わりですよ多分。会議1時間一言もしゃべらないで帰ると。でも切にこの前童貞いじりされたけど。ももう殴りました。ちょっとマジで説すごいっすね。あいつはこれまた、あいつはやばいっす。天才なんで。まだ1ヶ月も経たないでしょ。出会って1ヶ月も経たないでしょ。1ヶ月ぐらい出会って1ヶ月で童貞。すごいですね。彼のスペックさすがですね。あいつはすごいよ。カイ、本当に。セツは天才ですから仕方ないです。カイと俺に対して童貞2人組。カイも童貞なの。カイは童貞じゃないです。カイは童貞じゃないですよ、はい、童貞じゃないってよ。童貞じゃないですけど、そういうことがあるのは彼は言わないんで。彼はファンタジーの存在なんで。ね、本当にカイ、うん、本当にピュアなんですよ。うん、あ、ピュアなのよ。お前が汚していくんだろうな、今後。今後汚します。気持ち悪い。俺もピュアだよ。何？俺もピュアだよ。童貞なだけ。そんなやつあんなたまん。童貞なだけ。ハマキ吸うなよ。ハマキ吸うやつがピュアなわけねえだろ。確かに。パイプとハマキ吸うなよ。銀髪がピュアなわけねえだろ。そうだろうが。見た目どう考えてもシードラゴンだろうが、これ。どうかクラブでやっちゃうだろう。はい。偏見がすごいけどそうなんだよな。そうだよ。クラブでディープキスまではしたこと。どういうこと？その後がなかったってことですね。そういう問題です。あなたはディープキスどころか、ディープキスしてやらないって大問題ですよ。怒ってますよ、怒ってます。裁判官カズマさん、マジ問題よこれ。コンコンしてますよ。ありえないよ。入ってます。ありえなくないですか、カイリさん。まあそうですね。ディープキスしてるんですよ。その、はい、なんですか、よっぽどその子がタイプじゃなかったんですか。金がなかった。金がなかった。いやいや、そこでやれよ。そこでやれよ。問題発言。もうそこでやっちゃえよ。お父さん、公共の場ではダメですよ。ちゃんとそれです。人として、大人として、そこでやっちゃえよは本当にダメです。正式な謝罪してください。今。申し訳ありません。不適切な発言がありました。不適切でした。モザイクをかけてください。生放送なんです。無修正でお送りされてるんです、今。いけるかなと思ったけどな。無理なんですよ。悩んだよ、ギリギリまで。口のここ悩んだよ、言おうかなって。ここまで来て、いや、本当に俺でもやらないけど。うん、やらないけどな。行かない、言おうかなと思ったら、うん、ダメだよ。取らなかったね。うん、そうですよ。むしろ向こうにロックオンされた。ああ、いくつぐらいの人ですか。いくつの時の話ですか。せめてマイク入れてくんねえから、だから。26、7。ああ、はいはいはい、はい。どっちかの家行きなさいよ。どっちかの家。実家だから無理だとし、マッチのね。ショット10杯ぐらい飲まされた。飲まされた。飲まされた。飲まされて。可愛かったっすか。うん。
普通。まあでもクラブマジックがあるからね。あ、クラブマジックから入るときになってなんか浴びせられてるんだろうな、なんか魔法を。そう。あの黒人さんみたいなこうめっちゃごたいのいいさ、みんなエグザイルみたいなおっちゃんいるさ。え、あれあの惚れ薬ってことですか。あのおっちゃんたちの間通る間にあのいろんなマジックにかけられてることで。そうそう。ファンタスティックビーストなのよ。ファンタスティックビーストなんで。あれは。9と4分の3番線みたいな感じで、ね。そうそうそう。全入っていくんだよ。入ったらもう。勢いよく走ってこないかないと入れないよっち。うん。入ったら終わりなのよもう。そうだ、クラブとか行ったことないから、うん、あ、ないんすか、うん、え、ないの、あ、クラブ行ったことないの。一回ミスキン TV の撮影で行ったこれ。あ、そう、マジか。パンダと一緒に、あ、俺は一応夜の街を歩けるかっていう、はい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 、はい、パンダと一緒にキャバクラ行って、うん、酒飲んで、うん、寿司、美味しい寿司食って最後クラブで踊るっていう、うん、クソみたいな企画やったんだけどミスキン TV みたいな企画だな。なんだその企画俺もあれよ、企画で行ってるから、スリッパ、短パン、よく入れたな、スリッパ入れんぜ普通。あ、だから交渉して、ああいいよってな、はい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 、すごいっすね。あ、意外にだからそういう遊びしてないんです ね僕は風俗しかしてないけど極論そこの経験者この人極論さんでしたそういうことね、なんかそこなら納得できない素人に行くんじゃないと、うん、私は最初からプロ相手にするから、いや、ライセンス持ってないとセミプロやライセンス持ってない人は不安さ、ね、クラブに行ってなんか、うん、高いお金払って酒飲まして素人捕まえて、あ、こいつ微妙だなってなるよりも、やりもう確定が欲しい、確定が欲しいお前は確定演出が欲しいんだと、確定演出が欲しいです、こっちは。なるほどね、リーチかけたいといやだって、うん、いやクラブ行ってさ、うん、あ、でき分からんけどさ、うん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 、でもクラブにいる女子俺のこと好かんさ。いや分からん、だってもう世の中に出ませんっているんだから、そう意外に分からんや、それはだそこに、アンドだからクラブマジックにかかってるから、みんなそう、あの人入るときにみんな ボディーガードの人に押されてるから、そうみんなされてんのよ本当に。でもクラブで見たらめっちゃ可愛く見えるからな。いや見えるよマジで、うん、で今夜俺これ言っちゃあれだけど、今夜もう知り合いでね、知り合いで今夜一緒に行ったんですよ、あの女の子、うん、男と、うん、で婚約してる人がいたんですけど、うん、持ち帰ってきましたから名前言え早くは言わないですこれは言わないですけどまあまあそれは言わないですけど、あの時は、あ、これが大人の世界かって大学生だったね、あの時バイト先の人がね、まあ、お持ち帰りしてましたけどもクラブね、俺はじゃあ俺クラブでモテるはずよ、うん、クラブ、いや意外にガタイの、単純に、うん、あのクラブで流れてる音楽がまず好きじゃないから、ああそうっすか、ガンガン系のやつ、ね、あまり僕の好みではないので、うん、ああいう曲って、うん、でも今アニソンのクラブとかあるんだよ、いろいろ流れてるね、 K-POP もレベゼン地球が流れてたら行きますよ、で流れるはずよ今の時代、俺だって俺たちがあの時言ってたような時代はほら、どちらかというと、ゴリゴリでしょ、ピットブルとか、そうね、エミネムとか、そっちらへんが俺分からんから、うん、好みじゃないからどうしても、ファンタスティックベイビーはよくかかりますし、ね、ああかかってたね、あれはフルで流して盛り上がりますからね、うん、あんなんとか、俺もだから曲は全然知らんかったっすよ、うん、クラブね、マジで行った、まあ、仕様で一回はプライベートないっすだから、ああそう、仕事でです俺はね大学生の頃にちょくちょく行ったいたんですけど、好きじゃなさそうじゃん、うん、好きじゃないんですよ、うん、友達がめっちゃ好きで、うん、はいはい、だこいつらについてって、俺なんならハンドルキーパーしてたから、シラフでクラブ、でも俺も好きそうに見えると思いますけど、うん、あんま得意じゃないですよ、しんどいよな、俺もハンドル、まあ、好きな人は好きだと思うんですよ、あの雰囲気で、その女の子ナンパしたいみたいな気持ちがあればあれですけど、一切ないんで、あの時もハンドルキーパーしてた、俺も、うん、俺もハンドルキーパーして一回花さん買ったっけこっちで、好きだけどナンパはしなかったよ、曲が好きなんでしょ、だからあなたはそういうタイプの人もいるよ、ね、そういうタイプの人も、俺の友達はそうだけど、うん、ナンパしたいじゃないわけよ、ひたすらみんなホールで踊ってるわけよ、俺の友達ずっと踊って DJ ブースの目の前でずっと踊ってた、ああいるよ、ダンス部ですかって聞いたこと俺も一回だけ黒人とめっちゃ踊ったよ、あしか踊れるもんな、ダンスした一緒に、あでも考えたら俺も踊れるからね、最低限のクラブのダンスとまたまたダンスは違うどうにかできそうだよね、まあでもで俺がまた踊ったら盛り上がり、盛り上がる盛り上がる、一回ね、あ一回芸人になっていったわ、秀信と終わった、やばい、一人目が終わってる、秀信はさ意外と女遊びやばかったんだよ、やばかったやばかった、あれやばかった、そうなの、わかる、あ知らん、いやもう俺じゃあの人と関わりほぼないから、出た店前にお前車であったよな、なんかあったっけ、あ聞いたかもしれんその話はとかあって、なんだったかな、なんかでね行ったんですよ、はあ、大家もいたや、
あの時あ大家もね、うん、意外とね遊んでるんですよ。ダメか言っちゃダメか、遊んでるね、やってそうね、結構あの辺の遊び詳しいんですよ大家も。で大家落ち着きましたよ本当に、彼女ができて、うん、それまでひどかったですから。大家と秀信となんかでね飲んでてね行ったんですよ、うん、僕、うん、はいはい、で今もうなくなっちゃったクラブなんですけど、サイコロっていうクラブがあって外人さんもいっぱいいるところで あってそこでなんか秀信がめっちゃ黒人の人に絡まれ、黒人のお前かあれか何か SM クラブか何がなんか鞭で叩かれたベルトで、うん、あそれ別だじゃん、別別大家と秀信が秀信がベルトで外人外国の人にパチってやられたの違うの別だ、これ別だ、なんでその話大家から聞いたんだよこれ大家だったから秀信だった気がするんだよ。なんだその話は、テンション上がってパチってやられた記憶あるんだよ。なんか俺は俺に続きは秀信がめっちゃ絡まれて言葉わからんくせに死に楽しくなってから二人でハイタッチしてから死に盛り上がったそういう場だよね一応クラブって。でもなんかそういえば俺はもう行き始めた頃二十歳ぐらいの時、そう考えたらうちの若手みんな行かんよなこんなの。行かん、行ってないね、全然行ってるの聞いたことない。本当にうちの若手は、うん、若手だって俺も若手だけど、まあまあお前より下、まあ俺より下よ本当に、うん、そうとか誰も遊んでねえ中島か遊んでるの中島ぐらいかな、うん、こういう遊び行くのはね。でね、あと俺が風俗行くぐらい。ああ遊びっていうか、からお前本気だからな。本気だから、うん、遊びじゃん。本気も分からん。お前の知恵からな。本気やってんだよこっちは。本気も分からんけど。お前らと違うからな。みんな違うと思ってる。お前と一緒にされたくないの全員。いやそうだよってみんな思ってるだから。そうだよ。お前とは違うよって思ってる。うん、確認しとこうかな。分かりきってるからみんな。分かりきってるよ。やって一緒に三件取ってる。本当でもこういったなんかクラブでみたいな聞かないよな、うん。あんま聞かない。聞かないね、大体の大学生こんなでしょ、大体の大学生はこんなだった。俺も大学の時行ってた、俺も友達もちろんいるけど、うん、そのだ俺はもう看護師が多いから、うん、看護師ぶっ飛んでるからみんな確かに、うん、やっぱつもう行かれてるから仕事のあれで、うん、ストレスでな、そうね、うん、もうめっちゃ行くしクラブも、うん、めっちゃ遊んでる。でも多いらしいですよクラブとか行ってはしゃいでるって言ったら楽しんでる女性は結構看護師の方とか多いらしいですね。あと公務員の女性とか、うん、マジで友達多いよ、多いらしいっすね。結構いますよね、教員とかもいますしね。だ飲んでて、いや明日何時だばってなって、うん、3時ぐらい飲んでる時、うん、5時半って言うわけ朝、うん、あ、オールで行こうとしてる、1時間寝れば大丈夫って言う。すごい病院で人の命預かってんだよこいつと思って飲んでる本当にでもやっぱこんぐらいじゃないと看護師できんわって言う、まあ、やっていけないんだろうね本当に。俺も一応勉強学んでたけど一時期、うん、あれマジであんぐらいやらんと、もうぶっ飛ぶぐらいのレベルだから、うん、いやでも僕の周りも医療関係に住んでる人多いですけど、みんなしんどそうですよ。すごいよね、特にこの時期な、うん、今もこれコロナもあってな、大変だと思うわ。みんな頑張ってらっしゃいますからね。息抜きは逆に足止めぐらいですよ、遊ばないの。あれも性格お前と一緒だから。うん。あ、一緒だな、足止めな、お前と。あ、そう思わん。あ、ジャンルは一緒か。ジャンル一緒だよな。あ、そう。そうなると。どういうこと？こんな感じ、もうドライ、全部ドライ。あの人もドライだったね、確かに。スーパードライ、おー飲みてー、アサヒスーパードライ、酒飲みてー。でこの前なんか、うん、遊びに行くも結構前の話ですけど、うん、なんか集まって、うん、もう今から飲むよと友達の家でと、うん、明日飲みどんなかと、うん、集まって来なかったから、うん、どんなかった今から来れないかと、うん、今おばあちゃんとドライブしてるから来れないって謎の彼女いるって嘘をついてマジで意味やから、これいつか俺あいつに会った時、うん、絶対逃がさんと思ってんだけど、おばあちゃんとドライブなんでよおばあちゃんって言うわと思って、うん、今おばあちゃんとドライブしてるわけよみたいな。だからおばあちゃんの彼女なのかもしれない。何言ってるわ、彼女がおばあちゃんなのかもしれない。何言ってるわ、100%彼女と言っちゃうと思って、熟女のおばあちゃんの彼女、彼女なのかもしれん。こいつマジ何言ってるわ、旗から見たらおばあちゃんのレベルなのかもしれん、うん、ちょっといつか、うん、問い詰めてやろうと。問い詰めますな夜中の3時に、マジ何の嘘って、マジ何の嘘って、夜中におばあちゃんシンプルに行きたくなかったんじゃない。それで言うわけよ、ごめん行かないって言えばいいのに、うん、何をそんな嘘ついてる。どの木を使ったのか知らんけど、こんな中で、うん、今おばあちゃんとドライブしてるから行かない。お笑いスペック落ちたんかと思って。いや落ちてるだろどう考えても。もう足止め落ちてるよ。
え、だろうな。そりゃそうだろ。普通、普通で思う、うん、いや、もう無理よ、だってそりゃ。だから、いや、別にいいんだけど、うん、物足りない時があるわけよ。まあ、これは問題あるよな、うん、そのさ、求めすぎ。そう、求めすぎなの。どうしても俺たちが求めすぎなの。高校3年一緒、うん、で、コンビ2年組んだ、うん、5年ずっとあいつのツッコミ聞いてた、うん、久々に会って、うん、全然面白くないツッコミする時あるけど。いいやし、いや、もうしゃーないのよ、しゃーないのよ。やめた時のツイッターが一番面白くなかったさ。なんてアヒージョ作ったとか、うん、もうね、あの瞬間が本当に終わったーと思ってあ、捨てたんだもん、足取りが終わったーっつって、うん、もでも7年ここにもうズブズブにお笑い使ってるもんだから、なんていうもん、これはもう仕方ない、大問題、死活問題でも、俺たちはもうだから、うん、もうこれマジ死活問題、ずっと芸人といるから、芸人と会話ばっかりしてるからダメなんですよ。そうなのよ、会社とバイト先キャンさんとか物足りなく感じるわけでしょ、でしょ、ずっと一緒にいるから、でしょ。だからバイト先とか、いいバイト先ですよ今。はい、ハロウィンパーティーしました。ハロウィンパーティーしたの。ハロウィンパーティーしたんです。おお。で、あの、その日はハロウィンの仮装していいと、うん、はい、だから国士無双13名待ちで行けつったのか。 いや、これなぜ行かなかったっていうと、はい、誰もこれ処理できないから行かんわけ。処理できるんだったら行く俺。いや、まあそうだな、本当に100処理できないから。いや、まあそうなんだ。いい会社、とってもいい会社、みんないい会社、みんな楽しい人だし、うん、いい人なんだよ、みんな。いいなんだけど。でも、もう、ここに使ってしまってるから、お笑いに。しゃあないのよ、それ。もう物足り、もう 100% さばけんから、誰も。仕方ないんだよ、ね。自分でさばくくれたらやらんさ。仕方ないのよ。うん、俺もバイト先での口数2位ぐらいしかない。全然しゃない。100分の 2? 2位。でも、そうだよ、もう。でも、こいつ芸人来たら嫌そうな顔しますよ、バイト先。いや、だって俺普段こんなじゃないもん、バイト先で喋らんもん。あ、そっか、うん、でもな、うちのバイト先は来たらさ、俺じゃなくて店長が楽しそうにこいつのところ近づいていくから、俺たちのところわーって、なるほどね。いろんなところの扉開けて、マジでっていう、マジで開けんでっていう、本当お願い、10個違うけどマジ開けんなって。なんでかって言われて、いや、頭おかしいさ、一回り違う、なんで開けるの。でもお家も全部バレてるからな。やめてっていう。よくないよっていう。キヨさんよくないよ。なあ。名前言っちゃったけど。いいけど別に。どうせうちの店舗のホームページ見たら全員デベって出てるからいいんだけど。どうしてももうここに使ってるがゆえの。いや、しゃあないよ。そういう意味ではだから俺今会社でそんなんないから別にいいのよ。いいな、いいですよ。それいいよね。そういうとこいいよね。いいんですよ。だからね、会話のスペック高いんですよ。いや、もうスペック高いっすよ、あれっすよ。その方がいいよ、ほんとに。もうだって底辺だもん、俺のところ。どうしてもね、一応ね、うん、ストレス溜まるんですよ。溜まるだろう。いや、溜まるね。これストレス溜まるんですよ。だから俺は別に俺らが悪いよ、うん、俺だが悪い、求めてる俺らが悪い。そう、求めてる俺らが悪いの。でも死にストレス溜まるけど、うん、ごめんねって思う。そう、だから後からなんかそのうわーって思って、そのうわーって思った自分にうわーって思う。うわーって思うよな、ごめんって思うよな、うんうん、申し訳なって。申し訳ないと、そりゃこの店舗で帰ってくるわけないし、うん、このワードが出てくるわけはねえわなと思うんだけどな。そうそうそう、っていうのを繰り返してると言葉が2になる、うん、2になる。そうなんですよ、店舗がね、思いっちゃあれですけど2店舗ぐらい遅いわけじゃないですか、もうそのモードで喋ってないからな、うん、まあそうなんだよね。でももうこっちが行きたくなったら俺自己処理まで全部考えてる、本当にその時は。そうだね、うん、もうその場合は行きたくなったら自分でスペックがあったら、うん、国士無双テンパだ。俺タイヤ感だったら国士無双テンパしてるよ。もう 13年末で 100% してる。 100% してる。で、入り口でガーンってぶつかるでしょ。最高だ。それまでやって一回買おうとしてる。 100% それやるけど、はい、どうしてもこればかりはね、まあ、仕方ない。こればかりは、うん、仕方ない。こればかりは仕方ないな。だって、うん、あのコスプレみんなあのオタクの格好してたもん。あの電車男の時代のでしょ。みんないやいややってんのかなっていう。キャンさんがあかねちゃんのライブ見に行った時の感じ。ああ、なるほどね。そん中に国士無双テンパいてみ。誰がさばければ。誰かが積もったーって言ってくれない。そんなセンスのあるやついないから。いない。誰もさばけんこればかりは。みんなしょうがないこれ。すごいねーっていう。ここだからやる。ここだからやる。1万6000オールって言ってくれる人いない。いないいない。そんなセンスあるやついない。みんな、おー、それはもうどうしようもないけど無理なんですよこれ。まあまあそれは無理だろうな。なんだ、芸人とも言ってないから俺、まあ、バイト先で、うんうん、難しいっすよこれは。難しい難しいよこれは。難しい。俺はもう同級生とかの飲み会が一番難しい。ああ、まあわかる。で、全く振りのないボケやられたりとか。わかる。振りのない話。だからそれを最近落ち先に言われるパターン。最近感じるわけ俺。昔は一応俺らの周りまだなんかスペック高いさ一応。まあまあまあまだ、うん、こいつはよくわかるけど悪くない。でも最近、あ、なんか違うのかなってなってくるわけよ。いやでもなるよ。
足止めが落ちたことによってもう平均値が下がってったんだよ。面白いよ、もちろん。だその時はもう高校生のノリであるから、ノリで戻ろうね。そう、芸人を捨てる一回。そうそうそう、もうでもたまにはぁやめてって時があるわけよ。そのノリだね、女子特にな。はぁーたぁーそれやめてそれやめてって。俺その時全部言う、俺その時も全部言うことにした。これこれこれだろって。大事、全部全部出したあるやないかいっていう。だから俺がその落ちスタートで行って、うん、そう喋って落ち言うよな。そうあれめっちゃしんどい。マジで舞台だってマジボコボコにされてるやつ。僕はもう何も言わないです、本当に。どっちかですよね。ボギー浦添さん、謎の言葉ですね。女が本気で男に惚れたらバンコ公園で自由に遊ばせてくれます。どういうことですか。何言ってるか、こいつ。狂ってるやつがいるぞ。初めてだろ。何言ってるか。狂ってるぞ。今のタイミングでこのコメントは。コメント狂ってるやついるな。米狂い来てるな、おい。米狂いが。米狂いだ。メール大丈夫ですか。かけ狂いみたいな。メールティンクルちゃんがね、送ってくれ。ああ、もう来てますね。オイルさん、モコちゃん、キャンさん、リスナーさん、こんばんは。山梨県ナチュラルヒカルです。おとといから急に聞きたくなったことがあり、おととい昨日もメールしましたが、オードブルの2人にも聞きます。ダメです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ダメダメダメって聞いてあげる。それは好きなコンビニはどこかという、数年前沖縄にセブンイレブンが開店し、内地の私からしたらなんでこんな大騒ぎするのって感じでびっくりしていたので、沖縄ではコンビニはどこが美味しいか聞きたくてメールしました。私はセブン、金のハンバーグ、ビーフシチュー、ブリトーなどが好きです。教えてもらえたら嬉しい。山梨県も、朝晩が寒くなってきましたが、沖縄も寒くなってきたのかな。山梨県は明日晴れで朝7度、最高気温18度予想だよ。あ、ちなみに今日の放送分からアメリカ、ニューヨーク、ロングアイランド在住の私の母の妹でおばさんにこの番組を YouTube で見てもらうね。ちなみにいとこもみんなアメリカに住んでいるよ。反応はいかに。ではメールします。ではまたメールします。放送最後までちばりよ。最後のはやめてください。聞かせないでください。こっから英語、こっから英語で喋った方がいい。ハロー。ガチなコンビニ、ガチなやつでしょ。ああ、my favorite コンビニ is ポストアですね。ナイス。ホッパー。ホッパー。ポストアの。多分外人さんはバッタと思う。ポストアの手作りパン。あ、今ファミマにあるよ、ね。もう今ファミマのあっちしかないんじゃないかな。どこ？あの三浜のキングスマート。ある。まだまだ。俺もキングスマートしか知らん。だからアルビッシュのところのファミマで。あ、本当に。あっちもパンある。あれのポテトの包み焼きが一番美味しい。ほう。確かにうまいうまいうまい。あれずっと朝飯。だ家の目の前がここ座ったから。あ、はいはいはい、はい、あ、もう時間来てしまいました。じゃあもうやばいです、はい、チンクルちゃん呼ばないと。僕はローソンです。カフェラテが美味しいんで。いや、ちゃんと英語で。ニューヨーク在住のティンクルちゃん、オードボールの2人、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。あ、すみません、こんばんは。ピーさんとスヌーピー7です。今月から、作業所がいつも通り、いつも通りに戻りました。作業所か。10月4日から再開しましたが、10月いっぱいは午前中まででした。久しぶりに午後までやると疲れます。午後までに作業になれない、午後までに作業になれないといけないなと思いながら、そう作業してます。午後に、今月13日に行われる、最後に今月13日に行われる FEC 終わり以上行きます。久しぶりに会場に行くので、氷のように緊張してないか心配してます。ということで、特に綺麗なお力なので、この辺でからのおやすみ。おお、いい締め。マジこれ本当ちゃんとした大人が一回怒らんダメだよ。ちゃんとした大人いたっけな。ちゃんとみんなね。おやすみ。ここにはいないんだよ。別でお願いします。とね。うんで、しっかり締めてきましたね。はい、ちゃんとした大人どうぞ。いいよ。ありがとう。ちょっとやっちゃえ。ありがとう。ちゃんとしなかったです。しなかったです。そうでした。そうです。じゃあ今日延長しないんで、すぐマージャンするんで。あ、ひふみさんからリーチが飛んできました。降りまーす。降り上がった。現物で降ります僕は。振り込みまーす。ありがとうございました今日も。来週お願いします。はい、お願いします。もう終わりですよ。ちなみに、あ、終わりですか。あと4番ですよ。はい、CM やってないんで4まで。あ、はいはい、はい、全然あと20秒くらいあるんでね、はい、あれですけども、はい、土曜日、日曜日は F 企画あります。日曜日 F 企画あります。よろしくお願いします。で、来週僕たちバイアンツリー一応行きます。行きます。お願いします。はい、ということで、お送りしたのはオードブル松田ゆるとモコモコモトシとゲストでデコボコかえりくんでした。バイバーイ。さよなら。かばって誰も捨ててないのに論された。誰も捨ててないよ。誰も捨ててないよ。チョコじゃない。じゃあ。
ちょっとぐらいやれ、ちょっとぐらいはやれ、ちょっとぐらいはやれ、あ、本当にあのちょっとぐらいはやれ、ハイツブの時間かかるんだ、ちょっとぐらいはやれ、まだ放送時間終わってない、終わってないわ、まだ終わってない、まだ放送時間終わってない、あと2分、じゃあ2分ね、やれやれ、あと2分は2分ぐらいでやりましょう。今日かけ足、ちょっとなんか今日恋愛の話で、なんか今日はあれですね、普通のお話しましたね、珍しく、珍しくしちゃった、ちょっと、あ、そうだから話そうと思ってたんですけど、あの先々週ですか、僕ダメだよ、あれまだダメ決まってから行ったら、とある撮影に行ってきた話、とある撮影に行って、あの、うん、一時して昼の1時に入って、ね、僕昼の1時に入って僕の撮影がスタートしたのが夜中の2時だったっていう話です。あれはやばいな、あれそれで撮影だったんだ、はい、で僕の撮影それやって、僕撮影時間かかるかなと思ったら1時間ぐらいで終わったので、そんなとこもあるんですよ、あるんですよ、まあ、これはもう何に出たかはまだ後々、最高ってよな、クリちゃんまだ終わってんってよってりょうと話したんじゃん。なんかだちょうど交番見たら9時ぐらいに終わってるから、うん、俺も9時ぐらいに終わるんです、終わってるから、じゃあどうするドライブ行くから、うん、あれ誘そうかと、うんうん、LINE してみたら、また終わってるっていうか、うん、何言ってるのこいつと思って、また終わってる、マジ何言ってるの、その LINE 来たのが10時ぐらいでしょ、うん、多分10時ぐらいでしょ、そっから俺が稼働したら4時間だ、何言ってるの。シャリチキン食った。暇すぎて死にナゲット食った。いや、ありがたいですけど、でもいいよね、あの、ま、一回待ち時間やばかったやろうな、僕らだから朝朝8時入り、うん、こいつらが最長だから、オーギビソンに朝8時入り、オーギビソン8時入りです、うん、で始まったのが、始まったのが夜の9時ぐらいで終わったのが朝の5時です。何言ってるか分からんでしょ、そんだけ撮るのがあってあるんでしょ、いや8時入りしてんだよ。そんだけ撮るのがあってって思ったけど、でもそんだけ撮るのなかったです、なかったんだ、夜の6時入りぐらいで全然いいやん、俺恵まれてるなと思う、まあ、恵まれてこんなのないから俺、うん、マジで間違いないわ、どっかであるはずよ、どっかで、このたまったのから2日ぐらい待たされる、また2日待たされる、2日ぐらい入って昼の12時に入って次の日の昼の12時から稼働して取り終わるのが次の日の12時です、元下さん何ですか、そう、あ、そうだ、元下さんまだ取ってない、そう、ダメだよっつって、これは情報出せるようになったら、そう、何芸人だからダメてんじゃねえぞっつって殴るかもしれない。でもよ、これ言えないわけよ、ダメならみんな気使って、すいませんねって言われるから、これじゃ何も言えないわけよ。このことは魔法の言葉だから、長く待たせちゃう、すいません、なんかその大勢の撮影がないと、俺結構一、うん、人の撮影多いわけよ、はいはいはい、ミュージックでもそうだけど、確かに、だから俺基準で走る時が多いから、うん、ないっすね、だからあのフィフスエレメントさんの時は8時にしてずっと撮ってたから、うん、10時間ったんでしょ、ずっと撮ってた、その方がいいよ、でめっちゃいいよ、だあの最初俺のパン1で仁王立ちのシーンからさ、うんうん、あれから始まってるから、あそ本当にあれ順序通り、その時間通りに結構順序通り、めっちゃいい、そういうの、だからこっちの心も作りやすいんですよ、確かに、あそうだね、今からアンニさんに会うっていう、うん、ガチで告白するよっていうメンタルが作りやすいから、こっちは作らなくていいけど、まあ、そんな時間が全然いらない、めっちゃイピグだな。あのうーんとも言えんわけよ、人のピグだから、なんかそういう、何あんなに俺出てるの前にもないじゃんな。ちょ、お前ボケで言うさ、俺のピグってちょ、ほぼお前のピグだから。そんなことないんだけど、フスさんのなんですけど、主人、あのビデオの主人公はあの人ですから、いや、まあ、また来年のそんぐらいになったらまた来るんだろうな、わかんないです、なんで、あの定期的になんか来るから、でも年に1、2回なんかちょっとでかい仕事するよな、こいつは、うん、なんかハマるんですよ、なんかハマるんだ、急にデブ好きが現れる時、そう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 、大体季節の変わり目だから、風みたいな、風みたいな感じで発症しちゃうんだよ、デブ好きが誰か発症しちゃって、緊張の、緊張の CM1 回あったな、あった、バッサリカットしたで、うん、あ、ありましたね、うん、あったあった、そんなのもあったな、 CM 黄金期もあったもんな、あったあったあった、一昨年ぐらいだろ、一昨年3年ぐらい前、まあ、CM スターって呼んでくださいって言ってたもんな、だって俺競合 8社ぐらいあったもん、あの時あの時お前行動的に買ったもんな、競合8社ありましたよ、あの時ない、今ある、ジモティでしょ、今ない、今僕らはないんじゃない
量とかある。量とかあるぐらいか。コンビニ関係で、うん。僕もそれ関係で8社ぐらいあった時あったんですよ。ああ、ファミマですよね。僕はファミマに出たんで、うん、ファミマ以外のコンビニ行けない。あの時はセブンなかったから。ああ、そう。まあ、ローソン、うん、できた。できたっけ？できた、できた。あ、で、行けないって言ってたんだ、うん、俺、できた。できたかった。で、そうだ。もう終わるけど、そう、もう年がトイレ行きたいって言って、わざわざファミマで急いだんですよ、僕たち。っていうこともあるんですよ。はい、まあ、いろいろあるんですよ。疲れました。僕たちやると麻雀があるんですよ、だから。最低なの。